どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました、ひっそりと。今回アーティストの好きな曲トップ10のコーナーでございます。まだまだあります。今回はヒステリックブルーですね。はい、もう解散しておりますが、しかも、ギターの人が逮捕されて、解散せざるを得なくなったという状態で、最後はね、ちょっと残念な感じですけれども、ヒステリックブルー名義の曲ですね。その後、逮捕されてない方の2人でね、別なバンド名で、活動してますが、そこはちょっと、除外して、ヒスブルの、曲で、好きな曲トップ10を発表したいと思います。まず10位から6位はこんな感じです。10位ホームタウン、9位リセットミー、8位直感パラダイス、7位リトルトリップ、6位グローアップとなっております。ヒスブルといえば、最初このデビュー当時、僕はすごく音楽にかじりついていたので、もうすぐ食いつきましたけども、ジュリマリっぽいなっていうのが、世間の印象かな。僕も最初は思いました。歌い方っていうか、多分好きなんだろうなみたいな。ユキのことすげえ好きなんだろうな、このボーカルの玉は、みたいな感じはありましたけど、そこからやっぱ自分たちの色を出してきたんで、すごく僕は好きな方でしたね。どっちかといえば。めっちゃ好きにはならなかったけど、いい曲は全然出してくるなっていうので、毎回曲は聴いてたし、アルバムも、レンタルだったけど、聴いてたし、結構売れたアーティストではありますよね。ということで、5位からいきたいと思います。5位、大好きという曲です。シングル曲ですね。このミディアムバラードチックな感じで、強いて言うなら、この曲はメロディーラインとそのボーカルの声がすごく合ってるかなっていう感じかな。で、結構売れて、ちょっと経ってからリリースされた曲なので、そのヒスブルの、こう、感じっていうのがもう出来上がってるんですよね。だから僕が最初これ聞いた時は、無難にいい曲出してきたなっていう印象でした。5位です。4位はですね、春、スプリングです。この曲でブレイクした、デビュー曲ですけども、デビュー曲じゃないか、2枚目か。ラッシュが確かデビュー曲かな。普通にいい歌かな。普通にいい歌。もう A メロからいい。B メロのこう盛り上がり方がすごく、いいですよね。こう、エンジンかかっていく感じ。そして、サビでドーンみたいな。この歌い方も結構好きかな。春の、でって、とこが好きですね。こう、なんかね、ふんわりした声なんですよ。基本的に、玉の声って。ふんわりした声なのに、急にピシッという歌い方にするっていうところが、僕はずるいっていうか、持ち味なんだなって思います。それがすごくね、春には出てるんですよ。4位は春、スプリングです。3位はですね、ディアーという曲ですね。この曲聴いた時はマジ名曲かと思いましたね。盛り上がりこそそんなない曲なんだけど、ずっとこう、どっちかといえば単調チックに、行くんだけど、それが僕の中ではヒットかな。で、その歌詞の感じ。自分の親に対してなのかな。こう、ちょっと幼少期じゃないけど、子供の頃の自分がいて、で、今大人になって、二十歳とか過ぎて、親のありがたみがわかるみたいな。そういうのをこう描いてくれてる曲なんですけど、ボーカルの声が、若干、なんつうんでしょうか。子供チックな声っていうか、幼い感じの声がするんで、余計こういう、内容の歌っていうのが僕の中で響くかなっていう感じで、すごいいい曲だなと思います。3位は Dear です。2位はですね、なぜ、てんてんてんです。この曲は多分一番売れたかなと思います。ドラマの主題歌、なんだっけ、PS 元気です俊平だったかな。堂本光一が出てたドラマに使われてましたよね。これはね、もう、言うことないです。文句なし、めっちゃいい曲。もう、サビから入る曲なんですけど、この「なぜ」という、こう、インパクトが強いタイトルに対して、納得のいくメロディーライン。こう、サビの部分が。で、ちょっと、A メロ、B メロが、若干ミステリアスチックに作られているっていう感じが、それで、なーぜーですからね。だから、なんだろうな、こう、しっかり作られた曲だなって思いましたね。親しみやすい、歌いやすい。
感じで文句なしでございます。2位はなぜ、そうなのに2位です、なぜ。そして1位何なんだ。1位はですね、二人ぼっちです。はい、この曲はめっちゃ聴いた。多分なぜの次に出したんじゃないかな。だから僕の中ではなぜが出て大ヒットして次二人ぼっちっていう曲を出した。だから売れた時のその次大事なんですよ。うん、やっぱね、次がちょっとこけたらもうそこからどん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 こう売れない沼にはまっていくような印象があるんで、僕の中ではヒスブルやるじゃんって思ってたんですよね。二人ぼっち名曲出してきましたと思ったら大した売れなかった。世間は、まあ、僕と世間はちょっとずれてるっていうところをこう痛感した感じですね。これいい曲ですよ。まあ、タイトルがちょっと不思議だし、一人ぼっちじゃなくて二人ぼっち、うん、まあ、若干この切なさをこう際立たせるようなタイトルだし雰囲気も出てるんですけど、サビがすごいいいと思うんですけどね。空には今デデ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 、なんかだからそのインパクトを求めたかったのが、まあインパクトはどっちかといえばないんですよこの曲、うん、ミディアム調だし、だからあれですけど、でもメロディーラインすごいいいなと思うんですけどね、うん、世間は、あまりヒットしなかった曲ですけど、僕の中でも大ヒット、もう名曲です。知らない方は多分 YouTube で聴けると思うんで聞いてみてください。というわけで、ヒステリックブルー、僕の好きな、トップ10でございました。こんな感じです。共感される方は、高評価お願いします。いやまでと、意見物申したい方は、コメントなどください。多分全部聴いてます、アルバムも、はい、解散まで全部聴いた上でのトップ10です。はい、虹色音声この辺で終わりたいと思います。最後まで聴いてくれてありがとうございました。さようなら。